日本近畿地方京都府京都市左京区松ヶ崎優先寺松ヶ崎は京都盆地北東部の高野川の西岸の北側に広がる地域である京都市左京区に属する日本の首都が平安京に移る頃から支所に登場する松ヶ崎では現在の明、法の山のふもとに寺院が建てられじめ天台宗の寺院として創建されたが後に日蓮宗に改修した そのため、現在でも、旧家の大部分は、日蓮州を信仰している。しかし、昔はやはりのどかな農村地帯で、天皇の領地があった。また、平安時代から、継承地としても知られており、で厳急さ。中世後期には、京都に近いこともあり、阿多郡松崎号は、複数の寺社や、武家の所領が入り組んでいて、たびたび訴訟も発生していた。戦国時代には、 室町幕府の幕臣である、三淵春院、藤秀夫氏が松崎里に五段相当の治療を有していたことが知られ、後に藤秀が織田信長に自害を命じられると、その所領が没収されて、公家の藤波康忠に与えられた。江戸時代に、第108代天皇である、小水の御天皇が、現在の松ヶ崎小学校校地にあった、明仙寺二行校に訪れ、 三行の松として知られていた松のたもとに座ったという伝承がある。松崎山優泉寺はただし、一方、妙泉寺は京都市立場所にあった。1931年4月1日に京都市左京区に編入された。1925年9月27日には京都伝統が経営する永山伝鉄平丹線の修学院駅が隣村の修学院村に開業し、 中部に北山通、南部に北泉通が横断し、南端には琵琶湖疎水分線が横切る。東端の高野川対岸沿いに川端通が伸びている。また、西端には国立京都国際会館岩倉方面へと続く宝ヶ池通りがある。南西部には松ヶ崎通と北泉通が交差している。北山通沿いには京都市営地下鉄。 カラスマ線の松ヶ崎駅がある。の岩倉との間には小高い山があり、宝ヶ池公園と、ありがとうございます。